おはようございます。衆議院議員候補岩田和親です。今日は10月20日選挙戦2日目です。昨日の公示は本当に多くの皆さんにお支えをいただいて、このスタートを切ることができました。本当に心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。ただこのスタートラインからすでにこの相手の候補を追っかけているというような厳しい状況です。与党統一候補、共産党まで一緒になって全くこの政策的な理念的な筋が通らない、こういうふうなやり方というのは言語道断ではありますけれども、ただただ選挙は絶対に勝たなければならないわけであります。厳しい戦いです。どうぞ皆さん、私も今日も私の佐賀への思い、これを全力でぶつけて訴えてまいります。どうか皆さんお支えをください。よろしくお願いいたします。